これ以上はやらせねえ。お前の力では俺には勝てん。無意味な抵抗はよせ。ぶっ潰す。聞く耳を持たずか。いいだ。ならば俺の力を持ってお前をねじ伏せる。お前を倒せば平和はもう目の前だ。ここからは本気で行く。俺の考えたやり方で平和を掴んでやる。世界に平和をもたらす。おとなしく捕まる。千人の力は厄介だ。そうそう長くは続くな。俺は絶対負けねえ。オーダマの天眼。お前には真の平和というものが分かる。お前がやってることのどこに平和があるってんだ。真の平和、争いのない世界を築く必要。そのために人は痛みを知る必要がある。人は痛みを知って初めて平和を理解することができる。お前の言ってることは無茶苦茶だったわよ。ふざけろ。天砲オーダマーラ天眼。痛みを知れ。痛みを考えろ。痛みによって人は成長することができる。痛みだ。なんだお前の言ってることはずれてるってばよ。同じ死を仰いだ者同士、分かり合えるかと思ったのにな。もうすぐだ。
もうすぐで俺の描く平和が訪れる。てめえらの全部、俺がぶっ潰してやる。オードマーの天が平和を望むなら、他に方法はなかったのかよ。ここまでやると褒めてやろう。さばきを受けろ。絶対に倒す。オードマーのペンダン、アントーピン。オードマーのペンダン、みんなの借りは俺が返すのだ。オードマーのペンダン、アンソーテイン、裁きを受けろ。裁きを受けろ。ここまでやるとは、褒めてやろう。裁きを受けろ。予選連艦、ここまでやるとは、褒めてやろう。平和を望むなら、他に方法はなかったのかよ。オードマーのペンダン、これで任務達成。てめえ、まだ立てんのかよ。お前は確かに強い。ペインがここまでやられたのは初めてだ。だが、神羅転生。これで少しはおとなしくなるか、キュービ。ちくしょう。てめえはなんだ。なんでこんなことしやがる。俺の目的はな、美銃で作った兵器によって世界に安定と平和をもたらすことだ。何が平和だ。そんなの嘘っぱしじゃねえかよ。では、お前の平和とは何だ。憎しみに満ちた忍びの世界に平和などあるとでも。それは、わかんねえ。けどエロ戦には、理解し合える時代が来ると信じていた。お前のは違うってばよ。口だけだな。
答えを示せぬ者が何を言っても無意味。もうお前と話すことはない。痛みとともにここで果てろ。ひなた。なんで。私はナルト君が。ひなた。無駄なことを。わざわざ倒されに来るとはな。ひな。